久保さん、みんな修行嫌いですよね。なんで修行しないんですかねてかトレーニングせずにどうやってその筋力アップするんですかまあトレーニングしないでもなんか整形外科ですか高須クリニックみたいなの分かんないですけど高須さんってあの腹筋自分でなんか作ったっていう前なんかテレビで見たんですけどこれ腹筋こうシックスパッドこれ作ったんですみたいな <laughs> マジでみたいな僕見て。 腹筋って割れ目作れるんだみたいな。<laughs> 最新医療ですね。最新高須クリニック。イエスみたいな。うん、まあ今回、養分にしましょうか。養分。うんまあ、養分ね。あの養分にならないようにね。誰かの養分になるっていう <laughs>。詐欺師の養分になるっていうね。うん、まあ、あのー、 見極められないのは、なんだろな。まあ、両方悪いんじゃないですか、僕は。両方悪いと思いますよ。うん。だって、騙さ、世の中で、だって世の中には、騙される、れ、騙さ、騙される人と、騙さら、騙され、騙さられない人。まあ、二人いるわけじゃないですか。まあ、ねまあデ、データ測ってないんで、何人いるか分かんないですけど。 じゃあ、騙されない方側になるためには、何をすればいいんですかっていう話ですよね。うん。何を勉強してるんですか何をやってるんですかっていう、どこを見てるんですかっていう。でもね、これ本当に、まあ、大体なんですけど、大体騙される人って、本当になんかその、なんかもう,もう簡単に儲かるっていう、多分、簡単に儲かるっていう案件じゃないですか。多分、ほぼが。 ほとんどの多分8割以上はだま,まあなんかお金預けてやれば増えるよとか、利回りがなんぼでとか、仮想通貨とかもそうですけど、爆上げするとか、なんかやっぱその久保さんが言った通り、修行せずになんかその、なんかそういう話になんか乗っちゃう、そして騙されるっていう話がすごく多くないですかっていうか、ほぼそれだと思うんですけど、でも客観的にね、いや、その話が来たときに、 いや、私、別に修行して自分で稼ぐんで終わりじゃないですか。教えますね。そういう話が来ます。いや、僕、あの、自分で稼ぐスキルつけてるし、今、まあ、100万ぐらい稼げるスキルあるんで、別にいらないですね、みたいな。100万で十分ですとかね。もしくは、先ほど言った通り、いや、自分でまあ、そういうの興味なくて、自分で稼ぐんで、と。ちなみに、あなた営業マン、その、ちゃんとアポイント取れてますっていう。アポイント取れてないんだったら、アポイントの取り方を教えますけど、みたいなね。もはや。 でもこの商品ちょっとね微妙なんで商品は変えた方がいいと思うよと <laughs> 多分あなたはこれで紹介料でこれを紹介してお金稼いでるんでしょうと商品あんま良くないからその商品変えてなおかつあの紹介の仕方を教えてあげるからみたいな <laughs> 僕もしそのやり方ね、あのー、教えてもらいたいんだったらあの授業料あの必要だけどねみたいな 逆逆セセーールルススですね逆セールス <laughs> いやそれじゃあちょっと決まらないでしょと今実際困ってんじゃないみたいなね <laughs> ドキみたいなだからまあ自分でやっぱそのスキルだから売る側だから何だろうなその騙すってことはセールされる側なわけじゃないですか その商品、何かいかがわしい商品をね、セールスされる側ですよね。自分がセールススキルを持っていたら、なんだろうな、わかりません多分。要は、セールススキルがないから、多分、防御もクソもないですよね。うん、わかんないから。やっぱ、なんか経験とか、まあ、まあ、僕がおすすめするのはね、まあ、情報発信するのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。自分で発信する。自分で集客する。 自分で商品を作る。自分で商品を売る。もうこれをやってて、騙されることはあんまりないですよ。まあ一度僕はありますけどね。それはその、お金を貸して、とんずらされたっていう。でも、騙されるのはあるな。<laughs> やっぱね、まあ、久保さん,、うん、だからまあ、お金を貸してくれっていう、その5年ぐらいお付き合いした方に言われて、金貸して、とんずらされたんですけど、 うーんまあでも学びましたねでもそこから僕はもうこれからはどんなに5年6年お付き合いしてる、まあ、親友というかまあその、うん、ある程度すごい多分外食その人との外食はもう100回以上行ってるしまあかなり濃い関係性だったんですよまあそれでも飛ぶんだなっていうところを僕は学んだんでもうだまされることは100%ないですねなぜないかっていうと絶対人に金を貸さないからです 絶対です。100%貸さないです、ね。100%です。で、なんで100%貸,さ貸せない、貸さないっていうふうに言えるかっていうと、僕は過去にこういうことがあったんですいませんってことはありますね。で、あのもちろんあなたがね、その〇〇さんが同じようにするとは限らないし、そうは思ってません。ただし、お金を貸すことによって何かっていうと、返してもらい、返してもらえるっていう、お金を貸すイコール、返してもらえるという、これが生まれると。 でこれが嫌だと。で、申し訳ないけど、貸すことはもうやめたから、あ、上げることはできるよと。だから100万あ万万100万だ100万上げることはできないけど、1万円だったらあげられるけど、1万いるっていう。そんな感じですねその時、200万貸してくれって言ですけど200万なくて100万貸したんでどだからその100万はちょっとあげることはできないけど、1万円だったらあげることができると。もしくは何万円だったらね。な、返さなくていいよと。 で、なんでそういうふうにあげるのかっていうと、その貸すことによって返してもらえるというね、その期待値というか、そ,それが出るのが良くないと、僕は学んだと。だからあげると。そこに対してもう何もないと。ね。<laughs> <laughs> う。ん。だまあそんな感じですね。貸すことはない。あげることはあるってことですね。<laughs> なぜならば、貸すことによって返してもらえるというような気持ちになると。 で、それが、返してもらわなかったときに、被災になるし。で、なんだ、返す、返さないっていうね。ああ、だ、こうだね。で、もし、あと、なもう少し待ってくれとかね。いつ返してくれんだと。いや、もう少し待ってくれと。まだ入金がないとかね。そのやり取りもめんどくさいじゃないですか。あ,あると思うし、そういうのまあ、あげ、あげるってことだったら、もちろん全くないですからね。うん。いってらっしゃい。